皆さんこんにちは。今日はですね、ホンダの新型ベゼル EHV のプレイですね。こちらを今ね、ちょっと台車でお借りしています。で、今日はですね、伝えきれなかったことを、まあ、いくらかちょっとご紹介をしていこうかと思うんですけれども、まず一つ目はですね、今このようにですね、河川敷ですね、悪路でね走行した時の、まあ、乗り味、まあ、どういった感じかなと、まあ、いうことをまず一つね、このカメラですね、マルチビューカメラ、まあ、こちらをね表示させながら乗り心地についてレポートしていきたいと思います。はい。で、マルチビューカメラなんですけれども、私説明の仕方が悪くて、走ってる時は作動しないというちょっとお話をしたんですけれども、まあ、あくまでも街で使ってる時ですね。で、低速領域はですね、もちろん、まあ、作動するっていうのは分かってたんですけれども、厳密に言うとですね、25キロと、まあ、いうことで、今回視聴者の方がね、まあ、教えていただくださったということで、やっぱ視聴者の方の方がですね、むしろ詳しいと、まあ、いうところもね、あると思いますので、まあ、実際確認するとやはりね、25キロで、非表示になると、まあ、いうことが分かりましたので、まず一つここで、お知らせをいたします。で、もう一つはね、こちらの充電器ですね。で、携帯のですね、このカバーを外さないと充電ができないというお話をしたんですけれど、実際に私この金属のですね、円盤、これですね、スマホのホルダーのですね、マグネットの金属板なんですけれども、これをね、つけてると作動しないというね、お話をさせていただいたんですけれども、これ外すとね、普通に、まあ、作動するというのが、まず一つ、今日ですね、改めて、まあ、分かったことですね。で、これはまあもちろんそうなんですけど、当たり前なんですけれども、このスマホのカバーですね、これ外さないと作動しないんじゃないかっていう話ですね。で、結論としてはこのスマホのカバーをね外さなくてもね、ちゃんと作動するんですよね。やっぱそこがすごく、しっかりと考えて、ユーザー目線で考えて作られてるなっていうことですね。このように見えますかね、うん、チャージのねランプついてると思うんですけれども、ちゃんとねスマホのカバーを外さなくてもしっかりとチャージができると、まあ、いうことで、やはりね優れものになっているということですね。ここがまずお伝えできるところかなと思います。で、最後にね、もう一つ、実際ナビをね使って目的地をセットした段階で、ここのマルチインフォメーションディスプレイですね、ここのところの表示がどうなのっていうところを関心を持たれた方がいらっしゃったと思うんで、まあその辺についてもね、紹介をしていこうかと思います。はい。まずはですね、ちょっと悪路走行ですね。こちらの河川敷のところの悪路走行ですね。どんな感じで走行するのかと、まあ、いうことをご紹介していきたいと思います。はい。いきます。まあ通常 SUV ですと、こういった悪路走行ですよね。まあ実際にランドクルーザーとかもう少し本格的なね SUV になってくると悪路走行っていうのはもちろんするのかもしれないんですけれども、まあ、こういった SUV となるとね、まあ、どちらかというとこうシティユースの車になってくると思うので、まあ、こういった道を実際に新車で買われて走られる方がまあどれだけいるのかっていうのはちょっと定かではないんですけれども、いろいろねステージがありますので、でまずねこういったですねデコボコですねあります、まあ、よくこういうのは山道とかでもねあったりすると思うんですけど、まあ、こんな感じで乗り越えていきますね。で、改めて思ったのがですね、収まりがね非常にいいっていうことですね。それをねすごく感じますね。もちろんダンパー自体が引き締まってる感、まあホンダの車なのでね、まあダンパーの減衰は非常に引き締まってて、初期から減衰がしっかりと立ち上がるんで、この、まあ突き上げというかですね、収まり感が非常にいいですね。全然こう、乗り上げ、かまぼこ乗り上げた時に跳ねるということを全然ない。まあ一瞬ですね、まあもちろんバネがね、ついてますんで、バネの振動っていうのがあるのかもしれないんですけれども、でもすぐにね収まってくれるような、そういったね乗り味になってるんで、非常にねしっとりとしてるなっていう印象を、こういったかまぼこをね乗り上げてもですね全くね気にならないということですね。はい。ちょっと前から車が来ちゃったんで
はい、ちょうど、であとホーンもねかっこいい音になってますね、なのでホーンも変えなくても全然問題ないということで、ちょうど今、ここですね、荒れた道ですね、砂利道になりますね、ここからこう見ていただけると分かるんですけれども、特にね、こういったところなんかやっぱりこう車の質感をね気にされる方、乗り味でもあるんですけれども、やっぱりこういった内装のその取り付けですよね、その辺がなんかこうビビってる音が出てるとかね、取り付けが悪いとか細かな音を気にされる方っていうのも、いらっしゃるかもしれないんですけれど、特にこういったところをね走ると聞こえてきたりするかなと、立て付けの問題ですよね、気にされる方もいらっしゃると思うんですけど、そういったこともね全然ないですね。やっぱねしっかりしてますね、最近のホンダ車は本当にしっかりしてるなと、改めて、自分の車のように今日ちょっと一日台車をねお借りさせていただいてるんですけど、やっぱ改めて時間に追われないでねこうやってゆっくり車に乗ってみるとですね、非常に車がねしっとりしてる、こういったところ荒れてるところに乗るとね本当に感じますね、本当にダンパーがしっとりとマイルドね動いてくれてるっていう感覚があるんでね、やっぱりねアスファルトに持ってきたらね、当然なんですけど非常に乗り味ねいいですよこれは本当に、そういったところでねちゃんとこういったところ、ロードクリアランスがね当然 SUV なので確保されてるわけなんですけれども、こういったところですよね、荒れてる路面等に、乗ってみるとね、改めてですね車の足回りのですね良さ、しっとりとした穏やかなその動きっていうものをね感じ取ることが、できるかなと。ちょうどナビの目的地のセットをしましたので、インフォメーションディスプレイですね、こちら表示のね確認をお伝えしたいと思います。はい、でナビをねセットしまして、でもう一つはですねこういうふうにここにですねナビゲーション画面がありますので、ここをねセットします。そうするとですね、このように、矢印ですね 3.1 キロ先ということで表示をしてくれると、さらにこのようにメニューがあるんですよね、ルート消去、自宅へ帰るとか、あとは登録地点、目的地履歴とか、こういったですねここのメーターのねインフォメーションディスプレイからもこの辺のですね選択が、できると、いうことですね。はい、あともねもう一つ、私も初めてインプレッションするかもしれないんですけれども、ワイパーですね、雨の日しかワイパー使わないのでなかなか、評論家の方もですねワイパーのインプレッションってないと思うんですけども、ホンダの車はですねレインセンサーっていうのがねついてないんですよね。で外車とかですと BMW とかポルシェとかですとレインセンサーがついてるんですけれど、ホンダの車の場合は、それがついてないんですね。でホンダの車の場合はどうなってるかというとですね、まずオフの状態ですね、でそれから1段で2段、でこれがそのままですね、で3段、でこれが高速、これが一番最強です。でこれがミドルですね、でこれが完結になるんですけど、でワイパーのその間隔ですね、これで調整します。でこれですと間隔が速くなって、こっちにすると間隔が遅くなると、ゆっくりですね拭き取ってくれるようになるんですけれども、結構これずっとこういう状態になってると鬱陶しいって思ったりする方いらっしゃると思うんですよね。私もそうなんですけど、で基本私は完結にしてます。で完結で、でここの間隔を、自分なりに好みに合わせて調整と。でちなみに一番こうプラスにすると、走ってる時はこのような形で、連続的に拭き取ってくれると、いうことですね。で止まればこのように止まってくれると、いうことですね。でこれをですねマニーで調整ですね。で一番マイナスにすると
走っても拭き取りは一番ゆっくりと、まあ、言ったですね、まあ、そういったワイパーになってる。まあ、リアも同様ですね。リアのワイパーも同様でこんな感じですね。こんな感じです、はい、今マイナスなんですけど、マイナスですと拭き取りゆっくりなんですよね。ずっと感覚は変わらない、うん、こんな感じですね、はい、っていうのがありますね。あとね、やっぱ気になるのがワイパーのこう拭き取り の音ですね。なんか引きずったりキュ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 ってなったり、なんかそういうのすごく気になる方いらっしゃると思いますよね。でやっぱり私もこう目に見えるところだし、当然音も入ってくるんですごく気になるところだと思うんですけれど、まあ、これ今この状態がね正常な状態ですね。滑らかにこう拭き取ってくれるし、特に嫌な音も出ない、引きずってる感じもないと、まあ、いうことですよね。なので特にワイパー自体でストレスを持たれたりとか不具合を感じたりっていうのは、まあ、他の車からね乗り越えられる方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、特にはないかなと。ただレインセンサーがねついてないので、この間欠の調整ですよね、ここのところをね感覚の調整っていうのを、まあ、やらなきゃいけないと、まあ、いうことはちょっと覚えておいていただければなと思います。はい、でちょうどね今私ワインディングのですねインプレッションをちょっとこれからしに行く予定なので、秩父の方に向かってるんですけれど、まあ、このようにちゃんとインフォメーションディスプレイ、国道に299号線ということでねしっかりと表示してくれますね。かなり親切にね、まあ、なりましたね。でこのように、まあ、次およそ700m 先、火災を次、まあ、右折するといったね、ナビゲートをするときなんかもちゃんと左にですねインジケーターがついて、あと何百メートル先ですっていうのを、まあ、目視上でね見ることもできると、まあ、いうことですね。まあ、何気ない装備ではあるんですけれども、まあ、純正ナビといってもですねかなり丁寧に、ね、なりましたですよね。このようにねナビゲートしてくれるというところが非常にいいところですね。はい、でこのようにまた道のね表示ですね、矢印の下道の表示をしてくれる飯能狭山バイパスということで表示してくれると、まあ、いうことで非常に分かりやすいインフォメーションディスプレイになっていて、特にナビをね見なくてもこのインフォメーションディスプレイだけでもですねしっかりと分かりやすく情報が入ってくるというのが特徴なのかなと思います。はい、ということでですね、今回はですねホンダの新型ベゼル EHEV ですね、こちらの方のですね、まあ、伝えきれなかったね、まあ、補足とそれからアクロ走行でのですね乗り味についてのご紹介をいたしました。今回も、この動画を通じましてお付き合いのほどどうもありがとうございました。また興味がございましたらチャンネル登録の方どうぞよろしくお願いいたします。失礼をいたします。